アルアルジュンはインドのテルグ語映画で活動する俳優。2016年に Google ググで最も検索されたテルク俳優となった。タミルナード州チェン内出身で、父は映画プロデューサーのアル・アラビンド。祖父はコメディアンのアル・ラーマリンガイアーで、おばはチランジービと結婚している。2011年3月6日にハイデラガードで、 スニーハーレッティと結婚式を挙げ、彼女との間に一男一女を設けた。2016年にバッファローワイルド、ウィングスと共同でナイトクラブ、800ジュビリーを立ち上げた。バイジェサで、子役、ダディーでダンサーとして出演した後、2003年にガンゴトラで俳優デビューした。2004年にスクマールのアーリアで主演を務め、この役はアルジュンにとって、 ブレイクスルーロールとなり、フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演団優賞にノミネートされたほか、ディ賞、シナマー賞を受賞した。また、同作も工業的、批評的に成功を収めている。2005年に VVB ガヤックのバニーで主演を務め、批評家からマンネリズムとダンスを評価された。2006年にハッピーに出演。 2007年にはプリ・ジャガン・ナードのデサムズルで暗い過去を持つ女性と恋に落ちるジャーナリスト役を演じた。イデラ・メイラと撮影時のアル・アル・ジュン2008年にバースカルのパルグに出演し、idlebrain.com からはアル・アル・ジュンは映画の前半は活気に満ちたキャラクター描写に優れており、後半ではエモーショナルなシーンの演技が優れていたと批評されている。 2009年にアーリアの続編アーリア2に出演し、サファイからはアルアルジュンは強力な愛の力に巻き込まれた男のようにエネルギーに満ち溢れています。彼はネガティブな役柄を演じていますが、そのキャラクター描写は多くの同情を観客から集めています。彼のダンスは非常に刺激的でエモーショナルなシークエンスでも優れた演技を見せていますと批評されている。 idlebrain.com は、あるある順は、アーリアとして完璧です。彼の演じるキャラクターは、サイコパス的な一面があり、それを完璧に描写しました。そして、映画後半のエモーショナルなシーンで、彼は輝きました。あるある順はおそらく、現代のトリウッドで、最高のダンサーです。その理由は、彼が、 映画前半の4曲の非常に難しいダンスを滑らかに、そして楽しそうに見せたからですと批評している。2010年には、グナシェカールのバラデュ、クリシュのベドムの日本の実験的な映画に出演しており、バラデュでの演技は rediff.com から、あるある順位は優秀な演技を見せ、必要に応じて控えめに、そして活発になります。彼は、素晴らしいダンサーであり、 役柄の良さを十分に発揮させますと批評されている。2011年にバドリノットで主演を務め、タマンナーと共演した。idlebrain.com からは、アルアルジューンは、この映画のために南アジアの武術を学ぶため、ベトナムに向かい、そこで大きな苦痛に直面しました。彼は映画のすべてのシーンに登場し、そのポニーテールと川のギアの姿は、 東南アジアの戦士のように見えます。彼のダンスにおける流動的な動きは素晴らしく、アクションも上出来ですと批評されている。同作は187劇場で50日間上映された。2012年にトリビクラムスリーニバスのジュライで主演を務め、イディアナデ・クルーズと共演した。ザ・タイムズ・オブ・インディアからは、アル・アル・ジュンは愛すべき悪党として自信を持って演じています。 彼は特にダンスシーンで輝き、いくつかの愛らしく挑戦的なダンスを披露していますと批評されている。2013年にはプリジャガナードのイデラメイラとで主演を務めアマラーポールと共演した。ザ・タイムズ・オブ・インディアからはアル・アルジュンはこれまで以上にトレンディに見えます。バルセロナのストリートパフォーマーのギタリストを演じた彼はこれまで演じた役とは 全く異なって見えます。彼は自分が名優であることを再び証明し、おそらくはアクション監督の綿密なプランのおかげで全てのアクションシーンで完璧な演技を見せていますと批評されている。2014年にバム失敗ディパリーのアバディュにカメを出演し、ラームチャラン、シュルティハーさんと共演した。ザ・ヒンドゥはアルアルジュンは 出演時間が短くても演技ができることを示しました。彼は数分間の中にそれまでの経験を詰め込みキャラクターを内面化し彼自身のアイデンティティを失っても印象的な役を作り出していますと批評している。同年にスレンダル・レッティのレース・ガラムで主演を務めシュルティ、ハーサン、ブラフ・マーナンダムと共演した。 デカンクロニクルは、アル・アルジュンはエネルギッシュな演技で映画を盗み出します。彼のコメディタイミングは上出来で、俳優として大きく成長しました。彼のダンススキルもうまく活用されていますと、批評しており、アルジュンは3度目となる、フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演団優賞を受賞した。アイアム・ザット・チェンジでは主演の他に、プロデューサーも務めた。同作は、 スクマールが監督を務め、2014年8月15日に公開された。2015年の S ・大崎山アマーティでは、ウペンドラ・ラジェンドラ・プラサードと共演した。同年に、ルドラマデビ宿命の女王で、アヌシュカシェッティ・ラーナー・ダグバーティと共演した。同作では、フィルムフェア賞最優秀テルグ5助演団優賞を受賞し、アルジュンは、 最優秀テルグ語主演団優勝と助演団優勝を受賞した唯一の俳優となった。2016年にボーヤパティスリヌのサーイノデューでスリカントと共演した。2017年にデュベバダ・ジャギャナダムで主演を務め、2018年にはバッカンダ・ームバム氏のナー・ペルー・スーリーやナー・イル・インディアで主演を務め、アンガーマネジメントに問題のあるインド軍兵士を演じた。 2020年には、トリビクラムスリーニバスの、LA ベイクンタ・パーミュールで主演を務めた。ありがとうございます。